いやー、初日からご苦労様でした、八神氏。先ほどは細かい話も出ましたが、要は清涼高校でいじめの事実を見つければいいのです。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。つなぎでも切ろってのか？実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人なので、生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。わかったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。はあ、ん？え？困ったな。おう、なんと。お、はあ、ああ、うん、八神さん。え？あ、ああ、うん？はあ？はあ、ああ、ああ、お願いしますぞ。わかった。おう、
なあ、そうですとも。へえ、マジで。はあ。感謝しておりますぞ。矢上氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ、サイズはバッチリのはずです。矢上氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。だろうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。あいつら何カッコつけてんだ。妙な貫禄出して。清涼高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方よろしいですかな。今回の依頼はうちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだなあ、タボだね。じゃ、早速行ってみようか。空調のメンテナンスでしたよね。
理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラはいくつあるんだ？20台です。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが八神氏。こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も八神氏の案に賛成です。よかったな、タボ。詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのはこちらです。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ。俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。よし、ほんじゃまあ、いろいろ見て回ろうか。そうだな。俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。よう。俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にな。待て待て、ここはいいぜ。下駄箱だ。青春のドラマが起きる舞台じゃねえか。ドラマって？あるものはラブレター、またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。いいから、まずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台。学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だがここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。こちらつくも、八神氏。早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。わかった、そっちもよろしくな。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞ、ターボ。
この会はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あ、いいよ。おお、階段だ。ここも学校の資格だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに資格にはなってるか。だろ、見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速一台仕掛けるぞ。よし、それじゃあ上の階だ。宮神氏、今2階ですかな。うん、これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、八神氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。うん、分かった。タボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。了解。なんだ兄ちゃん、今取り込み中なんだ。後にしてくれるか。校内禁煙ですよね。こんなところでサボって吸ってちゃまずいんじゃないですかね。あ、見られてた。悪いんだけどさ、内緒にしててくれる？いいですけど、その代わりここどいてもらっていいですか？わかったわかった、くれぐれもこのことは内密にな。海藤さん、3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。
だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕込むんだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よし、タボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。あのさ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さら大勢。いいから堂々としてろ。海藤さんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか。え、あ、お、おお、すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われても、うちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです。こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか。それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか。ええ、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみに、うちの理事長の名前は何だったかしら。理事長のお名前。あ、それなら確か。
奥田さんでしたよね、確か。ええ、そうですね、会っています。すみません、失礼しました。いや、何いいってことですよ、先生。しかしお美しいですな。私のタイプといいますか、理想は、うん、作業はすぐ済ませますから。すみません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。あんた何やってんだよ、海藤さん。仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。俺が悪もん。分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです、矢上氏、どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった、体育館だな。お疲れ様。カメラは全機正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか。かもしれません。時に矢上氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか。昨日俺らが町で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが。しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら、確かにこれで引っかかりそうだな。こうってとこです。タバコは格別だね、この背徳感っつうか。今日はちょいちょい浸るね、海藤さん。まあ俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか、もう見つけちゃったよ。どうした。これは矢上氏たちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。やられてんの女の子か。おい、なんだこいつら。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック。よー、タボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸くそ悪いもん、ほっとけるか。ああ、そうだな。待った、矢上さん。ん？終わったみたい。奴ら、教室出てくよ。くせえ、周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう、海藤さん。この目で現場を見ておきたい。ああ、僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、間違いないですね。結果から言えばこの学校にいじめはあったというわけです。
どう対処するか理事長と相談しなければなりません。